はい、アトラスラジオ。今日はね、僕の一人語りをやりたいと思います。で、新生竹内文書について話をしたいと思います。新生竹内文書って知ってますか？知りません。竹内文書っていうのは、有名な孔子古典で、俗に義書と呼ばれてるんですけど、アトランティスとかね、ムーとかね、が載ってる地図を描いたり、五色人という、青い肌の人がいる、白い肌の人がいる、黄色い肌の人がいる、黒い肌の人がいるという、五色人というのが今昔世界中にいたと。で、白い肌の人と白人の人、青い肌の人は混じって白人種の先祖になって、赤い肌の人はネイティブインディアンになって、黄色い肌は黄色人種、黒い肌は黒人の先祖になったっていうような話を書いてるんですよ。で、戦争中に、非常に不敬であると、天皇家がね、皇室が、天皇家って言っちゃうとね、共産党系の言い方になるから、批判を浴びたことが僕もあるんですけども、皇室批判になるということで、不敬罪だということで、当局から戦争中に没収されたんですよ。何を没収されたんですか？その孔子古典が書いてる本を。本を没収された。で、ヒーロガネっていうのがあるんですね。それはオリファルコンと一緒じゃないかと言われていて、ヒーロカネっていうのは特殊な合金で、錆びない合金もあったんですよ。全部没収されたんですよ。それで、竹内文書は偽物の本であると言われたんですね。で、その本の持ち主というかね、が竹内さんというおじさんがいたんですよ、戦争があたりに。その人が平井村に行って、これはキリストの墓ってここじゃんと言って始まったのが今回の話なんですね。だから、それが竹内文書って言うんですけど、竹内文書自体、形が、仏がないじゃないですか。一説にはね、どっか他の場所にアメリカ軍が接収して持ってるとかね、アメリカ本国に送ってるとか、いろんな話があるんですけど、実は東京大空襲で焼けたんじゃないかというのが定説なんですよ。実は焼け残っていて、アメリカ軍が接収したという説もあることはあるんですけどね。そういう可能性もないきしなきにしもあらずかな。ほんで、日本中で変な場所がいっぱいあるんですよ。変な場所。釈迦が来たとかね、で、キリストの墓があるとか、いろんなね、世界中の聖人が日本に集まってきてると。変ですね。そうでしょ。そんなことねえだろそうですね。ちょっと疑問に思ったのは、竹内さんがうと。なぜそこがキリストの墓だっていうふうに分かったんですか？キリストの墓、キリストは日本に帰ってきて生涯を全うしたって書いてる記録があって、それが、当時の平井村、現在の新郷村であるということを書いてる文書があったんですよ。で、とことこ訪ねてきて、昭和初期に、10年ぐらいに村長と話して、俺が村にそんなもんあるんだって言って、一緒にそれで、これダメかって言って、この土まんじゅう怪しいじゃん、ここキリストの墓決定って決めちゃったんですそうよ。なんですか。それでキリストの墓といそうれでですか。決まったんだけど、後から変な礼拝が出てくるわ、水中ピラミッドが出るわ、もう大騒ぎでしょ。やっぱり怪しいですね。それでもね、偽証でしょうということだったんですよ。ところがね、我こそは正当な竹内の宿禰と、昔お札の顔になってましたよね、竹内の宿禰さん。
知ってますか？知りません。竹内のすぐれさんというおじさんがいるんですよ。それお札の、お札に顔が載ってたんですか？ここれたんですよ。なんか昔の一円札とかなんかそういう感じのお札ですか？何円札だったか忘れちゃいますけどね。はい、へえ、うん、まあそういう人の子孫、はい、ね、うん、は私はね、そう、正当な末裔ですっていう人が出てきたんですよ、はい、ね、うん、で、あの竹内のあの竹内文章をね、はい、持ち出して、うん、竹内のスクネだって戦前に宣言した竹内君は、うん、はい、阿流であると、阿流、私が本当の正統の竹内家の跡取りであるという、うん、はい、またこれまた竹内さんという人がいたんですよ、はい、ね、はい、むっちゃんっていう、うん、ね、うん、で、た、もうこのね、まあ、まああえて竹内君と言いますよね、はい、まあ、僕も多少お付き合いをしていて、まあお友達というほど親しいというわけではなかったんですけど、はい、まあちょっと親しい人として付き合いはしたんですけど、はい、まあこれだけいろんなスクープ情報をね、はい、本にしてる俺が話題にしなかったっていうのはそれらの理由があるからなんですよね、はい、で彼はね死んじゃったんですよ、確か2年くらい前かな、はい、でもう亡くなってもう2年ぐらい実際に経ったかな、経ったので、まあ僕と確かお対年くらいだったんですよね、うん、まあ、だから若くて50代で死んじゃったから、そうですね、まあ、ちょっと早いなと思ったんだけど、はい、まあ亡くなった人はね悪口言いたくないじゃないですか、うん、はい、なんか死んだら急に悪く言われちゃうってね、うん、石田さんのこともね、はい、石田千尋も、はい、やっぱ安倍の生命の子孫ではないかと、はい、信じていた人がね、うん、何も死んだ後にバラすことないのにと、はい、あ、私は永遠に信じていた、いたかったのにと、はい、いうふうな意見もあるんですよ、はい、でもね、うん、やっぱり嘘はダメですよ、そうですね、うん、嘘はダメだし、うん、そういうホラー話を吹いて、はい、ホラすぎるとなんか誰でも人って信じる人が出てくるんですね、うん、一定数、はい、だからなんで僕がね、うん、スクープ好きの山口敏太郎が取材をしながらも、うん、竹内君を表に出さなかったかっていう理由をね、はい、言っとかないといけないかなと、うん、まあ死んじゃったから、はい、死んじゃった後にこういうことを言うと、うん、本当に、うん、竹内のむっちゃんを悪く言うような感じで申し訳ないなと思うんだけど、はい、まあ、これだけは一つ言えますよ、はい、彼は人間的にはすごいいいやつだと思います、はい、まあ、友人としても、ね、楽しく付き合えた部類だと思うし、はい、ね、人間的にもね、はい、やっぱり予備校講師っていう仕事をね、はい、真面目にやってた人だから、はい、まあ正当な評価をすべき社会人ではなかったのかなと思うけど、はいはい、でもね彼の言った話をね、はい、丸ごと信じてる人が多くて、うん、あれはしね、これは言っとかないかんなと、うん、でないとあれが本当に真実に固まっちゃったらね、うん、どん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 嘘の話がね、はい、できていっちゃうなと、はい、まあ、こうやってオカルトの世界で作られていくんだなと思ったんですけど、うん、はい、最初ね僕はねあの人のことを知ったのはね、はい、ねネットで知ったんですよ、はい、ある予備校の講師に竹内のすくねの正当な末裔がいると、うん、と思ったんですよ、はい、いや、こんなん今まで知ってた竹内さんの方が正当な子孫じゃないのと、うん、こっちが正当でどういうことよって思ったんですね、はい、さあ我こそはちゃんとした正当な末裔なりってことだったんですよ、うんうん、はい、それでねどっちが先だったか忘れたんですけど確か玉浦の方が先だったと思います、はい、玉浦でインタビューしたんですよ、玉浦って長谷真一先生が主催している日本いやさかの会講ね、うん、
これを3年ほど、4年ぐらいだったかな、うちが編集してたんですね、はい、でそれの一環でインタビューを取ったんですけど、はい、最初僕も緊張してね、はい、本物の武智の作れの子孫が来るんだろうなと思っていたんですよ、はい、そしたらね、まあ、竹内さんが普通の人なんですよね、はい、で、高田の馬場だったような気がするんだけどね、初めだったのは、うん、高田の馬場の、喫茶店かなんかでインタビューし始めたんですよ、はい、でビール飲みながらでいいですかって言うんで、うん、あ、いいですよって答えたんで、はい、でビール飲みながら、うん、いや、実を言うとね、うん、実を言うと、そんなよ、キュッと笑っちゃった、酔っ払っちゃったね話してることがね、うん、全然分かんなくなっちゃった。いや、実を言うとね、歴史だとね、こうなってるけど、実はこうなんだ、ごきょうごき、それだと、でーって。それ。完全なアル中だったんですよ。アル中ですか？アル中です。間違いなくアル中です。って、この人本当に神主いいと思って。はい、まあ、神主でもアル中はいるかな。まあ、しょうがないな。はい、いや、僕ら、先祖の、先代の人はね、空飛んだんですよ、空ピューって飛んだんです。そんな話ばっかりするんですよ。そうですか、あ、そうなんですかって思って話聞いたんですね、うん、はい、で終わったんですけど、はい、で最初どこでその竹内の宿命の子孫だって分かったんですかって言ったら、うん、町田だった、はい、町田で学生時代送っていたら、はい、まあ、彼は町田で育ったんですけどね、はい、割と突然謎の集団に取り囲まれて、うん、はい、こうやって拉致された、はい、それで私、お前は竹内の宿命の子孫だと、うん、今から教育するって言って教育されたって、はい、で、いや、お父さんお母さん警察に届けるでしょ、うん、行方不明になったら、はい、いや、大丈夫だったんです、うん、で、お父さんお母さん、じゃあその謎の長老に拉致されたあなたのことをね、うん、心配しなかったですか、うん、しなかったです、はい、親父もおふくろも知らなかったです、うん、知らないですか普通、うん、なんと、いやね、竹内の宿命の子孫が、はい、みんな死に絶えて、はい、血筋をたどっていくと正当なのは君しかいないから、はい、君がなれと、うん、お父さんとお母さんは、はい、ね、うん、この竹内の宿命のことは知らないと、はい、でもあなたに伝えるからと言って数々のことを聞いたらしいんですよ、はい、それでね、うん、その聞いたね、うん、内容を全部大学ノートに書いてるんですよ、はい、大学ノートですよ、はい、でこれをめくって、あ、これはこうなりますねとか、うん、ちょっと怪しいじゃないですか、はい、いや本当に口伝だから、うん、口伝だったら口伝で残せばいいのに、はい、全部一応なんかメモを書いて、うん、あ、その時はね、こうなってこうなったんですよとか、うん、全部答えるんですよ、はい、で本当なのかなと思ってね、うん、でね、あとね、昭和天皇がお亡くなりになった時に参列したっていうんですよ、はい、あ、竹内の宿命さんやっぱり参列したんだと思うと、うん、いえ、そう、棺を乗けた車が、うん、この通りを通った時に、うん、街頭に立ってこう挨拶しただけです、はい、おかしくないですか。おかしいですね、うん、それね、飛鳥先生に僕教えたんですよ、はい、先生こういうのがいますよって言ったら、うん、飛鳥先生面白いなと思って、うん、まあ調査したんでしょうね、はい、ムーについてるムフロクのちっちゃい漫画でレポートしてましたよ、はい、で飛鳥先生に終わった後ね、うん、どうでしたって聞いたらね、はい、まあ飛鳥さんの反応は、うん、結構冷ややかでしたね。冷ややかだったんですか。いやー、彼の言ってるのはどうかなって、うんうん、なんか現代人っぽいし、うん、で大学生がノートに取ってるようなことを言ってるじゃんって、うん、で彼歴史の先生だよね、はい、歴史の流れを全部知ってるから、うん、それをうまく矛盾点を突き合わせて、うん、まとめたような内容だったね、うん、
いやだから本物じゃないんじゃないかなっていうようなことを言ってたんですね、はい、いやほんでね、うん、それから数年それからねしばらく経ったら、うん、俺に全部預けてくれたんですよ、はい、あの竹内文書の、はい、そしたらね書いてくれって言われて書いてくれ正統竹内文書の本を、はい、そしたら俺がお墨付きになっちゃうじゃないですか、うん、俺も悩んじゃって、うん、いやこれだったらあのね、前に出てる竹内文書が偽物で、うん、こっちが本物だって出しちゃうと、うん、まずいだろうってことになったんだね、うんはい、それで、うん、預かってた本もちょっとほっぽらかしたんじゃ悪いけど、うん、それから数年経って、うん、高田の馬場で、うん、リアルライブと打ち合わせしてたんですよ、はい、ね、なんとかなんとかって、うん、でうわーって暴れてる酔っ払いがいたんですよ、はい、なんだやっぱり暴れてるな、うん、なんだ大声出しちゃって、うん、竹内くんだったんですそうですか、いやーって暴れてて、はい、あれとか言って、うん山口さんと、誰俺こんな怖いやつと知り合いじゃないぞと思ったら、はい、あ竹内くんじゃないのと思って、うん、久しぶりですとか完全に酔っ払ってるんですよ、うん、それでまたね、むちゃくちゃな話をずっとして、はい、去っていったんですよ、はい、でね、秘書みたいな女の子が必ず一人いましたね、はい、前もね、うん、あの間違えてね、うちの神さんがね、うん、竹内くんのところにギャラをね、はい、8万円振り込んだのを、はい、間違えて80万振り込んだことがあるんですよ、はい、ほんで、はい、神さんがうわーって悩んじゃって、うん、ちょっと悪いねって電話して、はい、竹内くん間違えちゃったらちょっと返してねって言うと返してくれましたよ、うん、あ、よかったですね、うん、うん、で寄せ、なんか予備校で先生をやっていて、はい、で先生やってた当時、はい、ちょっとあの女性関係で老いたをしたみたいで、はい、あの本当かどうか分かんないですよ、はい、うん、まあそういうことをやったということで、はい、問題視されて、はい、まあ、トラブルがあって辞めたような形になったことはあったらしいんですね、はい、であとね、はい、巫女さんをにわいせつなことをしたとかね、なんですかね、なんか結構その方お酒も女ももうとんでもないですね、いやそうなんですよ、はい、だから侵食、うん、本当に侵食なのかなと思って、はい、いやだから歴史は詳しいけど、はい、神職じゃないんじゃないかなと思ってね、で僕はだから、うん、まあ、彼が正当な末裔だとは思ってないんですよ、はい、うん、でまあ彼のインタビューもありますけどね、はい、残ってますけどね、まあどれもこれもみんな嘘だったんじゃないかな、嘘だったんですかね、うん、まあ彼が作り上げたファンタジー、はい、のファンタジーを確固たる気持ちで信じてる人がいるんですよね、はい、だからね、うん、ちょっと年下の人とかね、はい、あと一般の人たちは、はい、思いっきり嘘をついちゃうと、うん、それ本当に信じちゃうんですよね、うん、で、はい、結構同世代の表現者として付き合ってた僕らとしては、うん、はい、これはどうかなっていうのがあるんですよね、うんうん、はい、でもね、僕に預けていた資料を全部返して、はい、その資料をそれからいきなりね、うん、秋山さん本出したんですよ、うん、竹内くんと対談本を、はいはい、だから秋山さんはマジで信じていたのかなと、うん、はい、まあね、はい、だから僕は新生竹内文書がリアルで、うん、はい、竹内文書がフェイクという説は、はい、僕は、はい、大変疑問を持ってます、はい、で僕の結論としては、はい、ああいう考え方はもともと日本にはあって、はい、あって作られた文書が竹内文書で、はい、それ竹内文書に対抗して作られたのが新生竹内文書と、はい、新生竹内文書もフェイクだし、はい、竹内文書もフェイクじゃないかと僕は思ってますよ、はい、意外と成立したのはね幕末ぐらいじゃないかな、竹内文書の考え方がね、はい、ああいうのが出てきて、
それで昭和初期に完成したんじゃないのかな。うん、まあ詐欺師ですよね。詐欺師ですね。うん、うん、そうですね。うん、でも結構もうなんか上手なんですよね。はい、あの明治天皇の子孫の方とかね、うん、はい、あと桂小五郎の子孫、うん、はい、桂小五郎の妹の子孫だよね、はい、顔も似てましたけどね、うん、まああの人たちと仲良くしてて、うん、まあその旧幕臣とかね、はい、まあそういう名士と言われる人たちと、はい、ロビー活動ってのをしてましたから、はい、まあ非常に人付き合いはいい男でしたよね、はい、非常にうまかったと思います。でもあれが本当の正当な竹内文書だって言われたら、はい、僕はいささか疑問が湧きますよね、はい、うん、だから竹内は本物で、うん、こっちの竹内は偽物だなんて、そういう暴論をね、はい、結構一般の人たちが言ってるから、はい、いや違うんだよねと思って、はい、実はアル中だったんだよねと、うん、でアル中で歯がみんな抜けてんですよ。そうなんですか。で竹内が歯どうしたのこれ抜けちゃってるよと言ったら、うん、いや酔っ払って、うん、こうやって倒れて、うん、歯がみんななくなっちゃったの、歯が全部取れちゃったって、はい、で歯を入れるお金もないんですよ。ああいや本当にね、うん、なんかねいい加減な男でしたよね。そうだったんです。あの予備校 教師としては僕は正当な評価してますよ、うん、はい、で教え方は上手だったんですか。あの授業の様子はね、うん、YouTube でもやってるんですけど、うん、はい、歴史の教え方授業は面白くやってましたね、うん、あの部分では本当に腕のいい、うん、講師ではなかったのかなと思いますけど、うん、でも彼自身が竹内の宿根の正当な子孫であると、うん、いうことは僕はいささか本当だと思わないですね。うん、それをね桂小五郎の子孫とかね、うん、まあ、あの明治天皇のご子孫の方がね、うん、信じてらっしゃったっていうのは非常に残念なことじゃないかなと、うん、はい、うん、僕はそう思いますけどね。いやだからあの最後はアル中だったんですからね、うん、うん、だから人間的には悪いやつじゃなかったけど、うん、まあ死者に鞭打つわけじゃないけど、うん、でもね嘘は嘘ってはっきりしとかないとね。そうですね、うん、まあこういうことを 言うことによって、うん、後に確固たるものは残るから、はい、で今まで俺が正当なことを言ってこいつは石田千尋は偽物だとかね、うん、いろいろ論破してきてましたけど、はい、はっきり言って竹内の宿根むっちゃんも僕は大いに疑問があります、はい、あのお父さんお母さん知らないってどういうことよって感じですよね。うん、そうですね、うん、まあそういうことをやってる人がいたんですね、はい、うん、いや怪しい人でしたよ、うん、結構ね怪しい人はいっぱいいる感じですよね、うん、はい、まあ残念ですね、はい、それを信じてる人がいるということなん で、ね、今回は急遽、はい、ちょっと正統竹内文書は正統ではない、はい、あれは現代の感覚で、うん、現代の歴史の先生が作り上げた偽証であるというふうに僕は推論しますね、はい、まあそれは偽証であるという確固たる証拠はないですよ、はい、ないけどもこれはあくまで偽証ではないのかなと思いますよね、はいはい、まあね先代が空飛んだとかね、はい、そんなみんな嘘でしょ。嘘でしょ、うん、垂直に上がったって言います。ピューンでもありえないと思いますけど、ね、なんか弟子の前でね、はい、ピューンと飛んで、うん、でピューンと降りてきたって。そうですか。ドラゴンボールみたいですよね、はい、うん、まだ皆さん信じますかって俺がこれだけ言ってるのにね、うん、まあそういう行動を見ていると、うん、ちょっと いかんせんこの人の言ってることは、うん、と思いますよね、はい、うん、でじゃあ正統竹内文書の、うん、むっちゃんが亡くなったけど、はい、その次は
誰がついたんだ。また謎の集団が長老の命で何か竹内家の誰かを拉致どっかで拉致して、はい、その人の両親にも知らないところで教育を受けて、はい、その人が新たな竹内の継ぐようになったのかと、はい、そんなことありえないでしょ。よくわからないんですけど、なんか漫画の世界みたいですよね、はい、これを信じてる人間がいるっていうのがバカバカしいですよね。うん、まあこれが本当のことですよ、はい、これオカルトストロングスタイルですから。そうです、ね、マジな話ですからね、うん、はい、うん、反論があるだろうけども、うん、これは俺が見てきた事実を言ってるだけなんで、はい、残念ながらこれが見たまんまですよ、はい、うん、ね、はい、神職の子孫がね、はい、女の巫女さんレイプしたりね、はい、あのね、予備校の子、予備校の子とちょっとなんか問題があったりね、はい、まあお金は間違いで振り込んだのは返してくれましたけどね。歯が抜け、歯が全部抜けちゃうって、入れる金もないって、それはちょっとね違うんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、ということでした。はい、はい、皆さんいろんな情報をお読みしてください。 TOKUSHIMA5566@yahoo.co.jp、徳島5566@yahoo.co.jp までお願いします。サイバーアトランティアというメールマガジンもやっております、皆さん、それからアトラスニュース、これアトラスラジオの本家ですね、アトラスニュースもぜひ読んでください。毎日8件から9件情報を更新しております。よろしくお願いします。はい、そんなとこです。次回も不思議の世界であなたとランデブー、山口敏太郎でした。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ、でもエンタメだから何を言ってもいいってわけじゃないんです。あの、本物だっていうことで嘘をついてはいけません。嘘はなるべくやめましょうね。エンターテインメントというのは事実に基づいた演出の部分で、あんまりこう膨らますぎないようなことをねやっていくのがエンタメですからね。まあ皆さん肝に銘じてくださいね。それでは皆さん、さようなら。はい、さようなら。